イダー。あー着いた、着いた。トトロ、ラッキーピエロ買いに行こうっと。じゃん、ラッキーピエロ行ってきました。徒歩10分ぐらいの場所にあるんですけども、もう朝からもう食ってないんで、はぁ、腹減った。いやー朝以来っすよ。ねえ、今日はですね、いつも買うのとは違うジンギスカン、これ僕好きなんですけど、とんかつバーガーを買ってまいりました。じゃあちょっと好きな方から食べようかな。さあ、もう震えてるもん、腹減りすぎて。うわー、まずこれ見て、これわかる、これ出した方がいいのかな、もう出したくねえな、これ。ほら、うわ、すっ、でかっ、毛ガニぐらいありますよ、これすげえな、でかい。あー、いい匂いだ。いただきます。カツ重なってんのか、いきますよ。あ、いただきます。相変わらずいい仕事してるよ、とんかつバーガーさんよ。うまっ、うん、うめえな。とんかつバーガーはね、ラッキーピエロのね、人気ナンバースリーなんですよ。これガブっていくのがね、いいんですよ。うん、うん、うまっ、うまい。バンズに、バンズにレタス乗っけて、その上にマヨネーズ乗っけてかけて、とんかつを乗っけて、で上にこうバンズの上の部分を重ねて食べたような味がします。すごいボリュームだよね、これ1個で腹いっぱいになるよ、これ。昔ラッキーピエロ3つ食っても吐きそうになったことあるもんな。それを教訓にして1個か2個にしてます。うん、でっかいさ、目いっぱいのさ、っていう口でさ、一口の大きさですね。もう今5口ぐらい食べてるんだけど、まだまだあるもんね。すんごいわ、このボリューム。カロリー高いんだろうな、800とかあるかな、下手したら1000はないか。でも相当あるよ、これカロリー。1個のバーガー食べてるのに、もう6分ぐらい経ってますから。マックはだって10秒で食べれるでしょ、だけどもう6分しか。36倍、36倍のスピード。腹いっぱい、小食になったもんだぜ。もう腹いっぱいな。ジンギスカンバーガーはまた今度にします。おいしゅうございました。岸あさこです。今日
今日泊まってるホテルでマジックするんですけど、そこでするかは分かんないですけど、一応時間余った時のために用意した風船です。食べよう。さあ、デザートは別腹ですよね。いただきまーす。ごちそうさまでした。ジンギスカンバーガーです。次は、お、ちょっといいね、小ぶりっぽくなってる。小ぶりでもないんだよ、でかいよこれ。またとろ、すげえこれ。これこれ、ジンギスカン伝わんねえな、画像じゃ動画じゃ。いい香り、春の香りがしますね。いただきます。これうまっ。ジンギスカンの口だったし、たまにいいね、こういうなんか王道じゃないやつ。あえて邪道とは言わないよ。マヨネーズあんまりいらないんだよ。あんまり文句言ってあれか。ちゃんと羊だよ。とんかつより好きかもしんない。ラッキービールって安いよね、このボリュームで。さっきのとんかつバーガーが380円。うわ、酢豚バーガーもあんの、明日買おうかな。今のジンギスカンバーガーが350円。ラッキーピエロがあるから函館に引っ越そうって人何人かいそう。10万人に1人ぐらい。マヨネーズね、こう見えてマヨネーズあんまりなんですよ。嫌いじゃないですけど、なんだろうね、たこ焼きとかにはかかっててほしいけど、なくてもいいものにはいらない。ご飯とかない。あとキャベツとか、キャベツももうそのまんまか醤油派です。全品制覇したな。チャイニーズチキンバーガーも美味しいんだけど、のり弁がうまいんですよ。この前初めて食べて、チャイニーズチキン弁当、チャイニーズチキンのり弁当、あとカレーもうまかった。チャイニーズチキンカレー、いや羊うまいな。やっぱり北海道の人って羊好きなんだよ、きっと。やんまった。ということで、ごちそうさまでした。美味しゅうございました。非常にマジック頑張ります。